フォーラフィフのお腹痩せは闇雲に運動するより、お腹に直接アプローチして、まずお腹の筋肉をほぐして痩せやすい状態を作ることが大切です。今回紹介するマッサージとストレッチあれば、みるみるお腹へこんでいくので一緒にやりましょう。ベッドで寝たままお腹出しましょう。はい、はい、で両膝は立ててもらって、はい、おへその周りのお肉をこうつまむ、つまむ、でそれを縦にこういうふうに右と左を上下上下、そう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 、でできるだけちょっと大きめに大きめにつまんで、こうね、手首を動かしちゃうと手首とか疲れちゃうので、腕でこうちょっと太鼓を叩く感じでできるだけ大きく、そうそうそう、で、はい、でちょっと上とか下とか動かしていきます。はい、 OK、 はい、はい、そしたら今度はもうちょい上をつまんで、この辺、はい、おへその上つまみづらいでしょ、ここが一番くっついてる人が多いんだけど、ここ持ったら同じように上と下に、そうで、ちょっとずつ場所移動してもいいです。いろんなところこうちっちゃくこう持って、上下上下動かしてるので、これだとね、なかなか筋膜剥がしてる感じがわからない人はこうやってクロスツマップルしていくと剥がれやすくなります。そうで、痛いところがくっついてるとこ、そう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 、ブニブニブニって動かして、できるだけこの辺くっついてるなってところを上下に動かします。はい、 OK。 最後はもうちょっと下、おへそより下の部分を持って、でまた上と下にそう動かしていきます。すげえ絞ってる。そうそう、やっぱね、下腹、おへその下がね一番気になる人が多いと思うんだけど、立ってるとね、ここにお肉溜まりすぎてやりづらいので、お肉がたくさんある人は寝てる状態で、そうで、また場所をちょっともう移動して片側だけで、左でしょ、左がそう、さっき上の方もね、私のチャンネルの方でも左がかなり硬かった、全然左も痛いですね、とやっぱこうやってんの、いつもきっと、そうなので、そこをしっかり剥がしていきます。そう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 、そういうことですね、そういうこと。はいはいはい、次、今度はこっちのお腹の下の方をこうやって集めて持ちます。そう、できるだけ集めそう、集めて持ったら、それをちょっと上に引き上げながら、この足をズルズルって伸ばしていきます。そうと、このね、この鼠径部を伸ばしたいんですよ。ここが硬いと、で、なくなっちゃうと OK、スルーンって、はい、で、戻して、つまんで、上に軽く、優しく持って、優しく、なくなっちゃって、トゥルーする、そう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 、上に引き上げ、気持ちよくないでしょ、これ、痛い、痛い、痛い、ここでもね、反り腰さんは、ここが曲がっちゃって、お腹が出ちゃうので、ここ引き上げながら、このね、鼠径部を伸ばしてあげると、マジでお腹へこみます。これ逆、はい、逆。逆も同じように持ったら軽く引き上げて、ゆっくりと足を伸ばしていきます。そう、ここ伸ばす、そう、ここそうそうそう、ここが伸びるように、つまんだら引き上げながら、ここの皮が伸びてるなって感じあります？あー、なんか伸びてるな。そうそうそう、ここ伸ばしたい。そうと、下っ腹マジでへこむんで、引き上げながら伸ばす。これ実は太ももも細くなります。そうそうそうすんごい顔だけど OK。 でもね、でしたまだまだまだ、これででも足伸ばすとちょっとさっきよりなんかベタッと寝れる感じが、うん、ここが伸びやすくなります。はい、そうしたらあともう一個だけ、この横側、横もみんな腰肉気になるでしょ。腰肉もやっていく。もう一回膝曲げて、腰肉こう持ったら、腰肉も上に引っ張りながら、この足をこっちに倒す。で、この手はこう、そう、はい、戻す、つまむ、シュー、ここ伸ばす、伸ばす、はい、優しく優しく集めて、つまんで、ふOK。 で反対側も同じように、このお肉をこう集めて、つまんで、ちょっと引き上げながら足をこっちに倒していく。肩はいかない、こうさささささささ、シュル、はい、戻して、つまんで引き上げながら、みんなも一緒に伸ばす。みこさんの視聴者さん、これいつも
これやってる。みんな上手上手上手にできてるみんな。どんどん柔らかくなってるね。だから僕の方があの優しいってコメントが来るんだな。いや上手にみんなできてますよね。でやってる人コメントくださいね。ズボラさんに教えてあげてくださいね。これやった方がいいですよって。ラストもう一回、ラストもう一回、ラストもう一回。はい、持ってふー、はい、オッケー、すごい、もうズボラじゃない。はい、ありがとうございます。そしたら枕外して、はい、両手両足をバンザイして伸ばします。うーで、ここ上に伸ばして足も遠くに伸ばす。こう、さあ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 、うー、かっけえな肩。この時にできたら今度左側だけ、左の手をうーって上に伸ばして、左の足をぐーっと伸ばして、こっち側全部を伸ばす、伸ばしてる？こう、そうそう、このか左のかかとを、こうか、そう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 、そうそう、うまい、そう、押し出して左の脇を押す。そうで、そのまま5回深呼吸、こうしたり、ふー、そう、ふー、そうそうそう、はー、ふー、もう一回、ふー、あ、吐いて、吐いて、止まった、死んだ。あ、ごめんなさい。反対側もかかとをこっちに押す。で、脇の下を伸ばして、ここか、ふう、そうそうそう、ふう、この肋骨と骨盤を離していきます。ふう、ふう、ラストもう一回、ふう、はい、ゆっくり戻ります。お疲れ様でした。でもこれをやると、はい、ここいつもストレッチ、皆さんズボラストレッチでやってるじゃないですか。一応やってます。そうだけど、伸ばすときになんか伸びないなと思ったら、例えば今の肩も手を上げたときにここつまむのよ。ちょっとだけちょっとだけ、こうワンポイント、ミッコワンポイント、ここを自分で、じゃあ自分でつまんでみて、ここ、こう伸びないなと思ったとこの皮をこうやってちょっと軽く、皮だけでいい、筋肉持たなくて、もう皮だけ、皮だけ。筋肉つまらん。いやいや、これ皮、皮、そう、皮だけをこうやってつまんで、そんな痛くないですよね、みんなね。つまんで、こうつまんで、ゴシゴシゴシって、ちょっと動かす。ちょっと動かす。ちょっと動かしてる？もしつまむのがどうしても痛かったら、この皮をこうやって動かす。そう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 。これで OK。この肋骨に皮がすごいくっついてるから手が上がらないんだ。そう、つまめなかったらゴシゴシゴシ、これだけでもゴシ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 で、ゴシゴシした後ちょっとつまめるようになってない？あ、ちょっとつまめやすい、ちょっとかね、はい。で、これやってからもう一回ちょっと伸ばすと、ほら、手さっきよりすごい下に下がったでしょ。あ、もうそれはわかります。で、ぐーって伸び、おお、そう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 。皆さんもね、ちょっとゴシゴシしたりつまんでからもう一回伸ばすと伸びやすくなります。おお、いい、すごい伸びた。そうすると、お腹、伸びたら嬉しいっす。お腹もへこんでく。深井さん、いいですね。お腹もへこんできましたよ。お腹もそうそうそ そう、だんだんお腹が平らになっていきます。で、反対、はい、逆側も同じように、こう、あ、手上がらないなと思ったところをちょっと手を下ろしてつまむと、つまみやすくなります。うん、で、つまめなかったらこの皮をこうやってずらして動かすだけでも全然 OK。 そう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 、ちょっとやりましょうか。いいですか？はーい、こそう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 、実はこの辺の腕もちょっとここまで全部筋膜つながってるので、このね、プルプルのこの腕の辺までつまむと、はい、伸びやすくなります。で、はい、もう一回こっち伸ばして、ほらー、手めっちゃ上がった。手、これは確かに上がってます。これは上がってるわ。ここを伸ばして伸ばして伸ばして、
ふーでお腹へこんできたでしょ。すごい。そうね、息を吐いてふー、そう、肋骨と骨盤が離れれば離れるほどお腹がどんどんへこんで、なんか腹筋見えてきましたよ。やばいな。やばい。で、肋骨がどんどん見えてきました。ふーで、最後にあと1個だけ、はい、両手を万歳して、ほら全然違うじゃない。ここね、ちょっと剥がすだけでストレッチがやりやすくなります。伸ばしながら骨盤を右、左、そう、右、左、よー動いてる、そう、右、左、右、左、ね、伸ばして、ドラえもんだった気分ですね。ドラえもん、あっちげえ、アンパンマンだって、ね、はい、アンパンマンになったつもりで伸ばして、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 そう、息止めないで、ふこれ人に言ってるけど、息止まりますね。そうでしょ、そうでしょ、息止めなくていいんですよっていつも言ってるじゃない。そうですね、はい、ふー、はい、オッケー。ダイエット病検証バトルで47歳女性がたった2ヶ月でマイナス 6.3 キロ達成した時に飲んでいた僕たちが監修したプロテイン、スマートタンパク5種類ついに発売しました。カフェオレ、チョコ、抹茶、ミックスベリー、ヨーグルト、5種類の味があります。ダイエット、美容、健康のためにとにかく続きやすく、飲みやすく、美味しく作りました。すべて1キロの大容量なのでこんなに大きいです。カフェオレとチョコを混ぜてカフェモカ味にしたり、いろんなアレンジの飲み方があります。概要欄のコメントに詳細がわかる Amazon リンク貼っておきます。お疲れ様でした。最後までよく頑張りました。自分ちに拍手しましょう。素晴らしいです。もしこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。